はい、こんにちは、カツボです。ポケットモンスター、スカーレット、バイオレット、続けてやっていきます。スカーレット版でやってますけどね、前回こんなん出てきましたね。謎のポケモンは力なく倒れている。元気になるのを、物をあげようか。なんだ、何あげるの？サンドイッチじゃないよね。何あげるんだろう。何あげんの？待って、わかんねえんだけど あんまり変なのあげたくないんだけど。ダメ？捕まえらんない？サンドイッチのような気すんだけどね。やっぱこれなんだ。あげゃ？アギャース、これ多分バイオレットだと違うよね。あそこが危ない洞窟ってやつか。セーブもできない。入り江のホラー穴。おい、フルコ。いた、フルコ。大丈夫？怪我してない？お、ちょうど見えない位置にいる。大丈夫。よかった、本当に心配した。私の声の出どころが探そうとか言い出したから。うん、今はとにかくこの状況を解決しないと。どうにか上まで登ってきて、近くに来てくれたらポケモンの技で引っ張り上げるから。ん？ルコの前のポケモン何？わあ、すごいすごい。私ポケモンと同じぐらい、いやもっと強い。何、捕まえられるよなこれきっとな。おおおおおおお、ええ、なんだ勝手に倒したのあれ。ヤングースの、ヤングースだって捕まえてないよまだ。あ、バトルはできんだ。とりあえず捕まえよう。あ、
ああ、一撃で倒せんのか。そっか、そういうやり方あんのか。初のやつはとりあえず捕まえといて、進化したら送ってみたいな感じでいいと思いますけどね。とりあえずセーブはできないね。なんだけど、お、ディグだ。あ、そうだ、ディグださ、なんか変な姿の、海ディグダだっけ？なんかそんなのいるみたいだよね。ディグダ連れてこう。なんかそういうとこで進化させたりするのかな。必然的に昔のポケモンは変えていこうかな的なね。セーブできないんだよ。だからとりあえずね、これなんかぶつけたら戦闘しなくていいよねこれね。まあいろいろ、あ、なんだなんだなんだ、回った方がいい。モンスターボール、すげえね。ついてこいって言ってるよね。なんだけどアイテムがここら辺に落っこってた。テルビットたちが生息してるんだ。ボディーガードもいて安心だけど、うん、まあ話は早いけど。岩が壊れちゃった。すごい破壊力。なんて技なんだろう。もっと近くで。あ、岩、あ、怪力とかじゃない。フルコ、気をつけて。何か来てるよ。後ろ、後ろ。おう、ヘルが。ガー。ただバード。これ捕まえられないでしょ。40ってなんだよ。おーい、こっち急いで。すごい身のこなし、危機一髪だったね。わ、大丈夫？力を使い果たして疲れちゃったのかな。なんだろう、このポケモン。元トカゲってポケモンに似てるけど。こんな姿見たことない。
いきなり形が変わったけど大丈夫なのかな。どうだろう。古子にもわからないんだ。っていうか本当無事でよかった。そういえばさっきの戦いすごかった。ヘルガー相手に謎ポケモンと息ぴったりじゃん。え、この子に指示出してなかったの。まだ古子のポケモンになったわけじゃないんだ。あ、よかった。ちょっと元気出たみたい。さっきの謎の声、正体はこの子だったのかな。ギャオス。ふう、見れば見るほど不思議なポケモンだね。古子のポケモンになったら絶対勝負させてね。もしもの時のために連絡先交換しとこ。おお、素晴らしい機能だね。強いポケモンと戦うための技、覚えさせる道具もあげとくよ。お、スピードスカーね。技マシン。星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。技マシンは一回使うとなくなっちゃうから注意してね。大変な目にあったし、ちょっと休憩。灯台に登って一休みだ。さて、灯台らしいです。ちょっと休憩。灯台に登って一休み。これなんだ。ああ、さっきのやつか。あいつはなんでいる。お前らに言ったんじゃないさ。君確か文系クラスのペパーだっけ。ポケモン博士オーリム博士の息子さん。母ちゃんは関係ねえ。それよりこのポケモンが何でいるんだよ。どうしてこの姿に。崖の下であった。助けてくれた。不思議な鳴け声を調べたら古子が崖から落ちちゃって、この子が助けてくれたの。力を使い果たしたみたいでその後へたり込んじゃったけど、形が変わる前はものすごく強かったんだよ。だろうな。この姿じゃ戦えねえさ。コライドンの本当の姿は戦ってる時のフォルムだからな。コライドンね。コライドンってこの子の名前、なんで知ってんの。アギャギャス。研究所には入れねえよ。鍵かけたからな。お前見かけない顔だけど、その制服はうちの学校の生徒かよ。コライドンは普通のトレーナーが扱えるポケモンじゃねえ。どういうポケモンなの。うん、コライドンの世話が務まるか俺が試してやろうか。はい。へへ、意外とやる気満々じゃんだな。戦闘か。もやもや気分晴らさせてもらうぜ。はい、ペーパーが勝負を仕掛けてきた。星ガリス。嫌なやつのことを思い出しまった。落とし前つけてもらうぜ。なんか似てるやついたな、なんか昔ね。特攻が上がるわけじゃないもんね。あ、特攻が上がるのか。ちょっとはやるみたいだな。まあ傷薬とかモンスターボールとかだけど、まあ怒ってからね。フルコ、ナイスファイト。捕まえたばかりのポケモンじゃ話にならねえか。コライドン連れていくならこれ持ってけ。あいつを制御するモンスターボールさ。お、なんだコライドンのボール。謎のポケモンコライドンを入れるモンスターボール、ペーパーという男の子からもらった。だからなんでそんなの持ってんの。
やっとボール手放せたぜ。じゃあな。この人もポケモンだったんかな。ちょっとシカトしすぎじゃない？学校ちゃんと来なよ。おかしなやつ。え、連れていけんの？でもなんか知ってそうだったね。絶対知ってるよね。今度会ったら勝負して問い詰めてやろうね。そうだ、東大上から学校見るよ。それ学校見ようか。東大だね。え、図鑑更新されたって何？コライドン、コライドンって何？関係ないよねあれね。まだだって連れていけないよね、おそらくね。絶対なんかあるよねこれ。奥に行きたいですけど、ちょっと灯台上がってみましょうか。フルコ見て見て、あれがテーブルシティ、テーブルシティ。おお、ボールがついてる大きな建物が私たちの学校なんだ。フルコと勉強できるの今からすごく楽しみ。楽しみ、そうこなくちゃ。いっぱい学んでもっともっと勝負しようね。東大からの景色すごいでしょ。見渡す限りの山、草むらに森。この自然の中、いろんな場所でたくさんのポケモンが暮らしてて、フルコとの出会いを待ってるよ。改めてパルデア地方へようこそ。さて、見ての通りまだまだ先は長いんだ。ああなるほど、ひとまず途中のプラトタウンを目指しましょう。学校結構遠いんだね。レッツゴー。でも帰れない距離じゃないもんね。まあ新ポケモンはね、捕まえながら行きますんで。南一番エリア、勝負勝負。お、僕たちポケモントレーナーはね、声をかけたらポケモン勝負言うと。早く問題あげようか。お、コダックがいますね。あ、そういうことか。コダック。高梨がプンプンする。こらえる。なんか違うポケモンいたね。コダックも捕まえないとね。あ、これ懐いて進化するね。もういいよね。
こらえる。ブイゼル出てきた、そういえば。うろうろしてたら。まあ、倒しちゃったけどね。まあ、捕まえたら捕まえたで紹介しようと思いましたけど。待ちついたね。ポケモン元気な。え、なにこれ。おお。パピモッチ。あれ、これってもう捕まえるか関係ない。電気系か。パモと違うよねこれね。子犬ポケモン、しっとりすべすべの触り心地、吐息に含まれる酵母で周りのものを発酵させる。ややこまいらないか。勝てたらいいこと教えてあげる。いやそれはそうだけど、しびれてるじゃん。マリナ、あ、なんか後ろにアイテムあるね。麻痺してるもんね。麻痺直し。まあモーションはねちょっと長くなるからあれだけど、なんか歩いてる後ろに。ウパー、体力満タンだったのに負けちゃった。ポケモンセンターで回復できるもん。あれだ、これパルデアウパーってやつだ。あ、倒しちゃった。効果抜群だ。抜群なの。水じゃなかったっけ。いやそうなんだけどさ、あいつはちょっと捕まえたいよね。え、あれってぞ、なんだこれ。あ、ウッパー倒しちゃったね。あれ一匹しかいないとかじゃないよね。いた。あ、ラルトスとかいる。ちょっと捕まえます。イエスサー。さて交換するのがとうとういなくなってしまった。エコーボイス。毒地面。縄張りアレスに敗れて陸で暮らすうちに毒の粘膜で体を保護するように変わった。毒系、毒をポケモン。リグダもなんか変わるよね。ここら辺も変えていきたいけど、とりあえずいいか。夏気度とかもあるかもしれないからね。ちょっとわかんないけどね。まだ。ヌオウしかいないのかな。今図鑑見た感じ、二つ先が空いてた感じだったからね。とりあえず街行くか。ラルトスいたけど。あ、ププリン。マジでいきなりこんないんよ。これも懐かせないとダメだよね。なんかいきなり投げても結構捕まんだよね。
行ったそばから捕まんないし。町まで行ってやめっか、とりあえずね。おい、フルコ、こっちこっち。ここはポケモンセンター。ポケモンに関するいろんなことができるんだ。それでは詳しいご説明をお願いします。はい、かしこまりました。ようこそポケモンセンターへ。私は皆さんのポケモンを元気にいたしますよ。お隣フレンドリーショップではポケモンを捕獲するモンスターボールや傷薬などをお買いお求めいただけます。リーグペイというポイントでもお払いできますよ。1リーグペイは1円の価値があります。そちらの端末は技マシンマシン。ポケモンに技を覚えさせる技マシンを作れる装置。そんなんだ。技マシンを作るには LP とポケモンの落とし物が必要ですよ。ショップやマシンで使える LP いっぱい持ってるから分けてあげるね。やったぞ。5000LP。 あとこれも落とし物をたくさん分けてもらった。ユニオンサークルでは通信で一緒に冒険するメンバーを募集することができますよ。困ったことがありましたらポケモンセンターまでお越しください。ありがとうございます。困った時はポケモンセンター、ここテストに出るからね。そしてポケモンに慣れてきたらおすすめの合言葉、レッツゴー R ボタン。一緒に歩いてるポケモンに落ちてる道具拾ってきてとか戦ってきてとかお願いできるんだ。はい、 R ボタンを押すと戦闘のポケモンレッツゴーと指示することができますね。戦ったりアイテムを拾ったりできます。弱ってきたら回復してあげましょう。お任せバトルになるんだって。勝手に戦ったもんね。強さタイプによって勝ち負けが決まります。あ、そうなんだ、ね、はい、ポケモンセンターで冒険のヒントを聞いてみましょう。スカクはね、ああ、なるほどね。はいはい。ポケモンセンターはお友達と待ち合わせにぴったりね。ああ、そういうこと？街なんだね。もうペリッパーがいる。ペリッパーは荷物やお手紙をくちばしに入れて運ぶんだって。いろいろ教えてもらいますけどね。アイテム回収マシン。あ、いけないんかい。もう一つだろうが関係ないからね。あれ入れないの？入れないんだ。甘かじ。だって目的地ここじゃないもんね。あ、ここでいいのかな。学校がこっちか。あ、ウソハチがいる。じゃあ今回のここだね。ピチューがいる。ピチュー普通にいる。まだジムとかだって一回も行ってないよね。全然ない。 OK、 スペシャルガードとか起こってる。ここら辺よし。
電気をため込むのが下手、何らかのショックを受けるとすぐに放電してしまう、ね、嘘蜂も捕まえた。あれなんだ、あ、お、なんだあれ、なんか緑色のがある。あ、これ緑色のがこういう感じか。メタルクロウ、技マシン、いいねいいねいいね。こういうさ、崖の中とかなんか結構いろいろあっかもね。なんかあのコイキングみたいなの飛んでたんだけどちょっと消えちゃったけどね。雨火事とか敵出してきたからなんか木にぶら下がってるかもしれないよね、もしかしたら。もうちょっとで学校ですね。カムカメ、あ、これいたね。まあいろいろいると思いますけど、とりあえずはね着きましたね。ご学校だね。ポケモン勝負してますか。なんだこの黄色い人。どうもポケモンリーグです。ポケモン勝負してますか。ここ南一番エリアで4人のトレーナーに勝ったら豪華な景品をプレゼントですよ。南一番であなたが勝ったトレーナーは4人ですね。お？電磁波。あ、そうなんだ。当イベントは他のエリアでもやっているんで、そちらもぜひ。あ、そうなんだ。技マシンマシンで新しいマシンが作成できます。え？リーグペイが必要です。なるほどね。結構いろいろあるじゃん。ちょっとこれを駆使して今度頑張っていこう。おー、まあ、鳥だから水系の技が欲しいよね。水がない。まあいいやね。なんだこれ、何これ、シルシュルーだって。何それ。結構いい時間経ってるんで、進化だけさせちゃおうかなと思ってさ。温厚だが怒らせると毒が染み込んだ鋭い前歯で噛みつき、しびれさせてくるぞ。毒とノーマルか。豚さんもそのうち進化したら出てくるよね。これも出てくるんでしょうけどね。学校へ行くのかいって書いてあるね。通学におじさんとポケモン勝負しないかい。もうそろそろねレベル結構上がってきたんで、まあ、そこまでちょっとやっちゃおうかな。ゴクリン、コリンクとか持ってるやつもいたね、まあ、ちょっとそこはカットしたんだけどね。うろうろしてアイテム拾ってました。15まで上がっていくかな。早いっしょ。
ってらっしゃい。なんか怒ってんな。今ここにさ、お、暇なつ。お、レベル16まで来たらね。うん。なんだこれ。ウェルカモ。ひたすら浅瀬を走り込んで足腰を鍛え仲間同士で足技の華麗さを競い合うだって。8、9番目か次はね。よし、じゃあ学校に次回行こうか、ね、目標達成。まあ結構はすぐ上がる。プラットタウン、そうだね。だこれくれとかなんか看板の裏とかにいたね、今ね。